このチャンネルではイギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。今日はピスタチオのケーキを紹介します。まず材料の紹介です。主役のピスタチオ 50g です。砂糖 150g、 ヨーグルトが 150g、 こちらはサワークリームで代用もできます。バターも同量 150g、 薄力粉 180g、ベーキングパウダーとベーキングソーダが小さじ2分の1ずつ入っています。こちらはアーモンドの香りをつけるアーモンドエクストラクトとレモンのエクストラクトも少し加えるんですが、こちらは省いても全然大丈夫です。ちょっと香りが強く出るので入れていくんですが、ない場合はレモンの皮を入れればかなりレモンの香りが引き立つので、それで代用してください。レシピ動画の時には分量を概要欄に書いておきますので、後から確認したい場合はそちらをご覧ください。先ほどのピスタチオを粉状にしていきます。ブレンダーがあると便利です。ブレンダーがない場合は包丁で細かく刻んでください。はい、それではまずはじめに砂糖とバターをすり混ぜていきます。バターの方は室温に戻して柔らかくしておきます。はい、先ほどの材料紹介で卵が抜けておりました。申し訳ありません。バターと砂糖をすり混ぜましたら、卵を1個ずつ加えて混ぜていきます。はい、次にヨーグルトを全部加えます。サワークリームで作るとよりケーキがこうしっかりした感じになってコクが出ます。ヨーグルトだとさっぱりした仕上がりになります。はい、続きましてレモンエキスとアーモンドエキスを小さじ2分の1ずつぐらい加えていきます。ない場合は省くかレモンの皮を入れてください。続いてバニラエッセンスも加えていきます。そうしましたら粉類を混ぜます。粉にしたピスタチオ、ベーキングパウダー、ベーキングソーダ、薄力粉をボウルの中で一つに合わせて混ぜていきます。はい、これで生地の出来上がりです。オーブンを180度に予熱します。そして型の準備です。こちらは18センチの型を使用しています。どんな型でも焼くことができますが、焼き時間が変わってくるので注意してください。例えば15センチの型で焼くとケーキの厚みが出るので、その分焼き時間が多くなります。20センチの型で焼いたとするとケーキの厚みが浅くなるので、今度は逆にケーキの焼き時間が短くなります。そこに油を敷いて、その上にベーキングシートを敷いていきます。焼き上がりましたら型のまま30分ほどそのまま冷ましまして、それからこのようにナイフをぐるりと入れてから型から外します。
そしてこの日の晩ご飯は焼肉でした。我が家で作っている焼肉のタレです。こちらは市販のものよりも美味しいし、何よりも保存料などが一切入っていなくっておすすめなので、もし興味があったら作ってみてくださいね。はい、そのままでももちろん美味しいのですが、今回は生クリームでデコレーションしてから食べようと思います。バタークリームを挟んで上にもたっぷりとバタークリームを飾ることもありますが、それは冬に食べることが多いです。今回は半分に切って中にクリームを挟んで上にもちょっとクリームを飾ってから食べることにします。はい、今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。そして私のサブチャンネル、忖度なしの香りレビューという香りのチャンネルの方もどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。